さあ続いて香水をしていきましたのはロックシフタークラスです。グイーンって真ん中入っていきましたけれども、さあこのロックシフタークラスなんですが、35歳以上のドライバーに対しまして、シニアの設定がされております。全部で15台エントリーがありますが、そうしますとそのうちのですね9台がシニアということになるわけですね。で見事にですねスターティンググリッドも6番手8番手から行こうということになっております。それではスターティンググリッドです。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー3番トレンタクワトロ廣岡陸生、セカンドカーナンバー1番ネクストワンレーシング東拓司、3番手73番 HRT チャリソーゴーカート伊藤慎之介、4番手には4番 HRT の小林博忠、5番手5番高木プランニング金田翔、ここまでが一般のロックシフターです。6番手にシニアの最上位がいます。22番の佐藤昌司、そして7番手にカーナンバー50番の安藤優、8番手15番西野武史、ここからは全員シニアです。24番西島、27番大道、石田谷口岡本加藤京武、全部で15台後方クリーン全校レッドフラッグマン大臣シグナルはレッドからレッドのスタート、1コーナーから2コーナーなだれ込んでいきます。フロントロート、そして金田がいいスタートを切っていきました。そしてスタートできなくなったのは京武健吾です。今押し掛けをしてスタートなんとかしていきました。トップは S 字から下り 25R へ入ってくるところ、トップは東です。2番手には広岡、3番手には小林、4番手に金田、5番手伊藤、6番手に佐藤、そのインサイド、おー西野と佐藤が横並びになって佐藤昌司が前に出てきたか、シニアのトップ争い状態となりました。そして最終コーナーでは金田が突っ込んでいくぞ、3番手に浮上、小林博忠をかわして3番手に上がってきました。金田翔が前の2台を終えるかどうか、そして1台止まってしまっています。ヘアピンからの立ち上がりです。さあ今オフィシャルが駆け寄っていって、その影になって絶景が見づらいんですが、38なんかそんなような、いやでも34かな、石田さんかな、止まってしまっています。木旗が振られている横をドライバーたちが通過してきます。トップ2は東と廣岡がテールトゥーローズ、3番手には金田です。4番手には小林、5番手は伊藤、6番手に佐藤とつけていて、少し離れまして7番手西野単独、8番手にはさらに離れて西島と安藤、安藤はちょっとドロップしてしまいましたね。10番手には今日はもうメカトラブルでまともに走れていないですというですね岡本、トップ6ぐらいには入りたいと言っておりましたが現在10番手、そして加藤と大道、谷口と続いています。止まってしまったのはやはり石田です。依然として木旗が振られています。マシンが非常に重いのでオフィシャル2人がかりで避けているんですが、なかなか避け切ることができません。トップ2は最終コーナー、去年のチャンピオン東、開幕戦も優勝しています。
して3番手以降なんですけれども、前の2台から大きく離れまして、3番手には金田、4番手に小林、5番手に佐藤、6番手に伊藤という形になりました。7番手は前からちょっと離れて西野です。佐藤はまだまだ行き満々という感じで勢いがあります。リアピンからの立ち上がり、最終コーナーへと向かっていきます。トップは広岡、2番手に東、もっと下がってきましたね。広岡の左ですが、非常にポールからのスタート、広岡が今日はタイムトライアルでもトップを取っていました。開幕戦の時には第3位です。対東対策をしてきたのか広岡陸生、1コーナーのところで飛び込んで綺麗に抜き去ってからはそのままトップを快調にキープしています。3番手には金田、4番手には小林、そして5番手に佐藤。佐藤はシニアの中ではダントツの順位ということになります。その後ろに伊藤、そしてその後ろにシニアの2番手が、後ろを振り返って安藤、岡本、さらに加藤と西島が今1コーナーのところ先行していきましたのは加藤ですね。さあ、6シフターも独自のポイントの積み上げと世界大会へのチャンスがあります。そんな中で、ね、シニアとそうではないドライバーとそれぞれ戦っております。帰ってきますと6周終了、まだまだレースは前半です。トップ2はシケイン、広岡と東は先ほどコンマ4秒の差がありましたが、今はむしろ広がっているか。3番手の金田、先頭のこの場所はちょっと面白いので追っかけてみましょうね。コーナー、何度かお伝えしておりますように、このシフタークラスはシフトの上げ下げという動作があります。これのタイミングはずれたり、一瞬でもシフトが抜けたりするとコンマ数秒ぐらいは簡単にロスをしてしまう。逆にそういった相手のミスを誘うというような戦略もできるのがこのロックシフターやミッションカートの面白いところです。パワーがありますのでラインも KT などと大きく変わってきます。早めに向きを変えてパワーで前へ前へとマシンを押し出すような、そんなラインを取ることが可能になってきます。ただそれをやっている間にもミッションは非常に難しい操作を必要とします。1コーナー伊藤慎之助が来た。5番手から6番手争い、伊藤慎之助インガー飛び込んでいきました。周回数は7周終了、8周目に入っています。トップ2はコンマ8秒と大きく広がりました。トップ2はコンマ8、その後ろも1秒9と大きく差がつきまして、4番手から後ろがバトルモードに入っていますが、4番手小林弘忠も5番手伊藤と6番手佐藤のバトルが続いてくれれば、しかし伊藤は最終コーナーでだいぶ近づいてきましたね。今1コーナーに入ってスカーナンバー4番から4番手争いです。この辺でペースがいいドライバーというと、やっぱトップ2がダントツで、3番手の金田もそこからコンマ2秒落ちで、4番手5番手もそこからさらに2秒落ちということになります。トップ2は49秒で金田が49秒2で、4番手の小林と伊藤が49秒4、佐藤は49秒7ですが前についていってますので、まだバトルはできるかなという感じですね。そうですね、まだいけますね。で、西野だと49秒5、そこに安藤と岡本がペースを上げてきた感じです。岡本が49秒3です。うわ、トップの広岡陸生48秒台に入れてきました。48秒946、
周目で8秒939というファーストベストを出していますが、医療カルチェ後ろを突き放します。今回は文句なしで優勝を勝ち取ることができそうな疲労カリクセ。2番手東にもう1秒以上の差をつけました。2番手と3番手の間も2秒2という差がつきました。たけしで、この2人の間に大きな差がついております。今3コーナーですけれども、なのでシニアもトップは佐藤、2番手西野というところは揺らがなさそうな雰囲気になっております。その後ろから安藤と岡本が追いついてきていますので、これ7番手争いが最後入れ替わっていくかもしれませんね。まだ周回数結構あります。残り5周ありますので、さっきから競り合っている4番手争いの3台はともかくとして、7番手争いは後ろの追い上げ率が結構高いですから、今大体コーナーが立ち上がってきますけれども、ここは入れ替わりがありそうです。残り周回数は5周。4番手争い変わらず、7番手争いはこれ西野を安藤が捉えるより先に安藤を岡本が捉えてバトルになりそうな雰囲気にもなってきました。岡本、この決勝の目標は6位って言ってましたが、現在は9番手安藤と西野をかわして7番手ということになります。西野や岡本は SFC の時代、もっと言えば岡本なんか無限のスリーペダルミッションの時代から出てる時代が、まだ30代ではありますがベテランです。最後バトルを見せてくれるか。残り周回数は4周。加藤と西島は離れました。12番と27番は大西単独、その後は谷口も単独です。そして京竹も単独で走っています。残り周回がどんどん少なくなっていく。バトルがあるとすれば4番手争いの3台と7番手争いの3台ですが、さあどうだ、ヒアピンからの立ち上がり、7番手争いの方が詰まってきています。やはり西野の後ろからイケイケの安藤、そして岡本、安藤結構な角度で入ってきた。最終コーナー、おい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 と思ってるでしょう。西野後ろ振り返ったら岡本がいる。1コーナー、安藤、西野、岡本、オーダーで変わってきました。あれができるのがミッションのすごいところ。よく避けましたけれども、安藤意地で上がっていきましたね。7番手に浮上です。残り周回数は3周です。さあ上がった安藤はともかくとして、西野岡本バトルはまだ続きそうです。下り25あるテールトゥーノーズになっています。ヘアピン、岡本入る、西野のインナー、西野はどうだ、立ち上がってこれは抜き返すことはできません。ここで決着という感じ。7番手安藤、8番手岡本、9番手西野です。残り周回は2周。あとはもう各ドライバーミスなく、メカドラッグなく走り切るのみという感じになってきました。トップ2は1秒716というタイムギャップになっています。もうこれはいかんともしようがありません。そして依然として今現在も疲労回復生がトップタイムということになっています。今日は絶好調、疲労回復生の日だったという感じ。疲労回復時は何をやってもメカトラブルに見舞われたり、コースアウトしたりスピンしたり、いろんなことが襲ってきた時代がありましたが、今日はまとめ上げることができそうです。残り周回数1周。お父さんからもイケイケのサインが出ています。開幕戦のウィナー、東。3番手には開幕戦は4位でした金田と続きます。ちなみに開幕戦ホールから2位だった水越健太は今回は参戦をしておりません。そしてロックシフター、
ベテランシニアの方の最上位は5番手を走っている22番の佐藤翔司ということになりそうです。前者ファイナルラップに入り、トップは最終コーナーへとアプローチ。チェッカーのフラッグは用意されます。今回のウィナーはカーナンバー3番廣岡陸星、全てを完璧にまとめ上げまして、見事なトップチェッカーです。4番手は小林です。5番手佐藤、6番手に伊藤、7番手に安藤、8番手シニアの2番手岡本、9番手にシニアの3番手西野、10番手加藤、西島、大光、谷口とチェッカーを受けていきました。そしてスタート失敗してしまいましたカーナンバー33番の京竹健吾も、その後は前を上回るペースで走りまして、チェッカーのフラッグを受けています。チェッカーを受けたのは14台ということになりました。ロックシフターの決勝です。